力だけのチームです。 DP2 この発力は誰のなの？ DP2 です。名前は村山です。村山君、これなんか久々にいいじゃないですか、発力らしくて。これリーダーは誰なの？リーダー、名前は鈴木です。インタークーラーがついてるってことは、これターボ？これスーパーチャージャーね。スーパーチャージャーね。じゃあこの車だけがスーパーチャージャー入ってんの？あ、これも入ってる。3台みんな入ってんだ。3台入ってんだ。タコ足入れて前にインタークーラーが考えてるわけだな。多分入ってると思う。いいですね、なんかこういう時計ありますよね。つけるとシースルー。それは汚いですね。ないな。おいおい、なんかばあちゃんみたいになっちゃってぞ、この椅子。どうするとこうなって、これ誰？前田です。前田。ね、これレカロじゃねえだろこれ。レカロですよ、レカロ。で、このソープランドの音みたいな。あ、関係ない。これお姉ちゃんの車なの。あ、お姉ちゃんの車なの。お姉ちゃんは何なんですか？お友達なんですか？ナイトウェーブ。DP2 との。あ、関係あるんだ。DP2。DP2 知らないの？あ、知ってます。うまい。うまいです。じゃあ DP2 入ればいいじゃん。嫌なの？あいつら嫌な。あいつら嫌なんだね。ここだけの話。この辺はいいんですけどね。いい感じ。あ、綺麗です綺麗です。オッケー。あ、いいですよいいですよ。いいです。いいですよ。合わせた。ああ、惜しいな。風間塾。イエーイ。風間塾は何台？風間。はい。5台です。5台。誰が一番うまい？僕です。ちょ。どんなチームよ？集まりなんですが、小僧もちょっといます。これは誰なの？これはお前ティ。お前姉ちゃんもパツキンなの？いや、僕はお姉ちゃん普通です。あ、そうか。面白いやつだろ。いるよな、こういうやつな。オリドいます。ハンドル白いラメが赤いのとかさ。カメラがです。名前は柴田君ね。柴田君の一応こいつね、シートあげると汚いと思う。ほら、うちの T シャツゴミみたいになってん。これウレスになってません？これも風間なの？一応はみんな定番です。定番インジェクターやフロの180とセフィードはこっちも、まあ、コンピューターマフラーぐらいでついてくんのか。一応なんとかね。来てますね。来てます。これは見事素晴らしい。そして3コーナーも連なるよ。素晴らしいです。エアピンもドリフト完璧です。完璧。風間塾決勝は体当たりドリフトの N1 バージョン対完成度の風間塾。栄冠はどちらに？いいですね。いいです。ああ、綺麗にいっては綺麗にいって、八六が登った。ついてった。いいですよ。見せた。ね、86いいですよ。これ握手。いいじゃないですか今の。よく頑張りましたね。近い。かっこいい。素晴らしい。かっこいいっすね。ダメだこりゃ。素晴らしい。連なるようですね。連結車両みたいですよ。コースつけがたい両チーム、審査員の判断やいかに。優勝は風間塾。これは本当に期待なしだね。まあ勝因ですね。勝った勝因としましては、風間塾がね、なんといっても接近戦のテール2ノーズサイドバイサイドのドリフトをかましたと。それに対する N1 バージョンはちょっとその感覚が風間塾に比べると空きすぎと、こういう感じでしたね。はい、ということで風間塾です。おめでとうございました。ありがとうございます。個人決勝、非常にレベルの高い戦いとなった上信越北陸大会。ただうまいだけでは決勝に進めない。決勝進出は中島貴史、水畑力、藤田誠、関克彦、風間康之、菊池徹、柴田修一、中平豊美、下平勝利、鈴木健、以上10名で決勝を争う。1番バージョン中島貴史、カードだ。いいですね、いいですよ、速い速い、いいですよ、いいですよ、これ乱れない乱れない、ああいいですよ、これいいきっかけで入ってったな、これはいいな、これかっこいいな、やりますね。さあ続いて N1 バージョンゼッケン5番水畑力、あ、これは持ったないことから横にしてくる角度ありましたね。素晴らしい素晴らしい水畑の角度、もう迷うですよね、これ速いですからね、きたいいぞいいこれも速いですね、はい、あの入りもいいですね、いいですよ、これも速いですよ、これもいいですよ、これいいですよ、いいですよ、いいですよ。ライン取りバッチリ。いいですね。全く振られませんでしたね。ああ、いいですよ、これ。ああ、いい。最後のクリップだけ。さあ、クリップ。甘い。ちょっと外れて。はい。かなり手前から来た。来ますね。早い。あ、いったいったいった。いったー。いった。あのままいった、風間あのままいった、完璧ですよね、あのあとの最高な甘かったですね、ちょっと口お角入った、角入った、ああいいですよ、ピタッと見ましたね、少しずつ甘いですね、もうほんのちょっとずつですけどね、苦しかったですね。でもまあ1、2コーナー良かったですね。色を乗せて振ってくる。いいですよ。角度まあまあ。いいですよ。乱れないですね。乱れなかったですね。入りもまずまず。そして低速回り込んで。いいですよ。一回し、オッケーですね。いいですね。いいですよ。人のもんだと思うと。さあ踏んで入ってきた。ああいいですよ、いいですよ、いいですよ、決めましたね、ああいいですよ、これまずまず決めましたね、そうだよね、ああいいですよ、いいじゃないですか、いいですよ、いいですよ、ああいいですよ、いいですね、振って振って振って入ってくる、これもいいですね、立ち上がりがピタッとしてれば完璧ですね。ああ、いけばね。豪快ですね。いいですね、この辺も。問題ないですね。これもいいです。早い。これもいいです。いいです。もう少し行ってほしかったですね。いいですよ、ここは。ここはいいです。いいですね。さあそれでは、はい、結果発表、じゃん、優勝は風間、負けられないプレッシャーに打ち勝ち、個人優勝は風間康之のもとに、貫禄すら感じさせる走りプラスコースアウトさせながらの見事なドリフトに、審査員一同文句なしの全員一致で勝利を決めた。2位は水畑力、3位は関克利、4位は鈴木健と多くのチームより上位が決まり、個人戦は実力の伯仲した戦いであったことを物語る結果に。団体優勝は風間康之率いる風間塾が決めた。完全優勝の風間、全国大会が楽しみだ。上位入賞者にはご覧の賞品が贈られる。